シンガーソングライター、山崎正義、51、が公演で、今日は歌いたくない、などと取り留めのないトークを展開したと SNS で拡散され、物議を醸した騒動は、所属事務所が23日に謝罪。チケットの払い戻しに応じると発表し、沈静化に向かいそうだ、写真。体柔らかすぎこれできます。背中の前で手を合わせる山崎正義、インスタから。なぜこうした事態が起きたのか？関係者への取材で、その理由が見えてきた。問題となったのは、21日に水戸市民会館で行われた公演。SNS は、会場に足を運んだファンのものとみられる、山崎が、今日はあまり歌いたくない、といった、中身のない話が続いた、などの不満含みの投稿が溢れた。途中で帰るファンもいたという、払い戻ししろ、と怒るファンと、山崎が口論になったとの書き込みも見られた。普段は20曲以上歌う山崎だが、この日は8曲しか歌わなかったという。歌いたくない発言の裏には、山崎のある狙いがあった。関係者によると、今回のツアーはバックバンドなしで一人で歌い、トークを多めとする構成。SNS には、山崎が、今日は歌うよりファンと会話を楽しみたい、と話していた、との投稿もあった。水戸に先立ち9日に神奈川県座間市で行われた公演は16曲を歌唱。水戸の倍だが、普段の山崎よりは少なかった。だが、今回の趣旨を知らない、または賛同できないファンからは不満の声も出た。水戸市民会館は、トークする山崎さんも楽しめた、と擁護するファン、山崎本人も巻き込んで騒然となった。トラブル対応もあり、2時間半の公演は8曲で終了。いずれにしても、すべてのファンが満足できる公演にならなかったのは事実だ。山崎が所属するオフィスオーガスタは、予定していた内容と異なる公演となりましたため、ご希望するお客様にはチケット払い戻しをさせていただきます、とした上で、皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます、と謝罪した。山崎正義、山崎正義、本名、山崎正義、1971年12月23日からは、日本の男性シンガーソングライター、俳優。愛称は、まさやん。身長176センチメートル、体重64キログラム、中1、血液型は A 型、滋賀県大津市生まれ、4、中2、山口県防府市育ち。ライブの基本はアコースティックギターの弾き語り。既婚、中3、